アンナは諦めていない。彼女は僕を、みんなを信じている。その思いに応えたい。数千キロメートルもの旅路を踏破し、僕らはついにノボシビルスクに近づきつつあった。なんともはや、ついてしまったぞ、ノボシビルスクに。もうこれ以上狂人に会うのはごめんだが。橋は傷んでないし、汚染度が異常なほど高いですね。頭のおかしい連中も今度はいないでしょう。家も壊れてなさそうだな。サム、汚染度はどうだ。現在モスクワの8倍、さらに上昇中です大佐。長時間の活動は危険でしょう。準備はいいか、アルチョブ。ついてこい。ご無理を、こちらはお任せください。状況は当初の予想以上に複雑だ。だが時間はない。端的にことを済ませよう。作戦を確認する。イエルマーク、オーロラは南に向かい、シミルスカヤ貨物駅へ向かいます。あ、地図に印があるはずです。ステファン、クレスト、サム、イディオット、そして俺はアカデム・ゴロドクの機関の建物を当たります。途中鉄道博物館に立ち寄ります。オーロラの役に立つかもしれません。トカレフと共にオーロラに残り、警備に当たります。よし、アルチョムと私は機関の主要ビルを当たる。汚染レベルが極めて高いため、メトロを通ることになる。作戦にかかれ。スパルタンに幸運を。幸運を。そうだ、アルチョムと私が帰ってくるまで看病しててくれないか。頼むよ。いいわ、テディと見ててあげる。助けてくれるでしょ、テディ。テディ一等兵、任務を了解しました。今は寝ています。行かれるんですか？そうだ。間に合うといいな。アンナは強い。きっと待ってます。ええ、必ず。無事に帰ってくださいね。ありがとう、カティア。来て、アルチョム。大佐、こちらを。ありがとう。アルチョム、ここはモスクワとは違う。屋外の活動すら命取りになる。どんな化け物がいるかもわからん。用意はしっかりな。車で待っているぞ。いいだろう、アルチョム。これがアンナを救う最後のチャンスだ。無駄にできる。準備しろ。
しを頼むぞ。運転に集中する。邪魔が入らんはずがないから。皆に幸運を。あの子の未来をつなぐぞ。避難に失敗したのか。駅の裏に回って広場に出るぞ。メトロの入り口があるはずだ。さて、ここなら歩きの方が良さそうだが、汚染は最小限に抑えたいところだ。まあ、やってみるとするか。さて、ここから先はどうしたものか。こんなとこに来るべきじゃなかったと思うか。まあ、わからんでもない。が、その気持ちを今は忘れるんだ、アルジョ。我々ならやれる。ここから抜けられるはずだ。捕まれ。だらけだ。軍が道路を封鎖したのか。ちょうど避難中だったようだ。ここからはメトロに入れんな。雪が多すぎる。ハンドルを頼む、アルジョ。地図を見たい。指示は俺が行おう。道に迷ってる暇はない。よし、地図によればメトロの入り口は近そうだ。気をつけろ、車に注意だ。この道が市の中心に続いているはず。行くぞ。だが周囲にも気を配れ。途中でメトロの入り口があるかもしれん。吹雪もどんどん強まっているようだ。ああ、妙な気分だ。建物に傷一つないまま死んだ町か。モスクワの方がマシだな。しかし、それなら右に曲がれ。他に道はない。左の中庭を通れ。焦るなよ。動けなくなったらおしまいだ。ここをまっすぐだ。落ち着け、アルジョ。慎重にだ。天気はますますひどく、汚染レベル。長居はできんな。そこだ。そこを出れば大通りに戻れる。また車の山だ。しかし戦車が通った後、辿ってみよう。くそ、もう少し車で行けたらよかったか。
絶対に許さんからな。 生きてる、よかった。また一人ぼっちになったかと。起きて、ねえ。寝てるよ。もう放っておくしかないね。ここからはまっすぐなんだ。運転を教えようとしてくれてたんだけど。
持ってきてさ。お前の親父さんはヒーローだ。みんなを救ってくれたって。